ワールドシリーズ、ヤンキース、ドジャース、28日、日本時間29日、第3戦、ヤンキースタジアムドジャースのデイブ・ロバーツ監督、52、の会見中に和やかなシーンが発生した。ロバーツ監督の前に会見を行ったマックス・マンシー内野手、34、は、第2戦で左肩をあだっきゅうした大谷翔平投手、30、がチームのグループチャットに英語で、 大丈夫だし、プレイするだろうとのテキストを送信したと明かした。大谷は1番 DH でスタメン出場する。ロバーツ監督はその出来事を知っていたかと問われると、いや、グループに入ってないから、見ていない。そのスレッドを見ていれば楽になったし、土曜日の夜は随分よく眠れたと思うよと会場の笑いを誘うと同時に、大谷のコンディションに不安を感じさせなかった。